ジェロームリー・ウィリアムズは、アメリカ合衆国、ハーイ州オアフとホノルル出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ、台湾球界での登録名は、脅しかど、1999年の MLB ドラフト一巡目で、サンフランシスコジャイアンツに指名され、7月10日に、契約、A-9 セーラムカイザーボルケーノーズで7試合に、登板し、1勝1敗、防御率2.19だった。 2000年は a 級3のゼジャイアンツで23試合に登板し、7勝6敗、防御率2.94だった。2001年は a a 級シュリーブポートスワンプドラゴンズで23試合に登板し、9勝7敗、防御率3.95だった。2002年はトリプル a 級フレズのグリズリーズで28試合に登板し、6勝11敗、防御率3.59だった。 オフの11月20日に、ジャイアンツとメジャー契約を結び、40人枠入りした。2003年3月12日に、トリプル A 級フレズノへ移動し、そのまま開幕を迎えた。4月25日にメジャーへ昇格し、4月26日のフィラデルフィアフィリーズ戦で、先発起用されメジャーデビュー。ハワイ出身では、史上27人目だった。四回後アンダ失点後死休の乱調で、 メジャー初黒星を喫した。試合後にトリプル A 級フレーズの絵広角。6月3日に最小を隠した。6月21日のオークランドアスレチックス戦では6.1回を4安打3失点に抑え、メジャー初勝利を挙げた。6月27日のアスレチックス戦では7安打、無失点の初完封を記録した。その後は先発ローテーションに定着。この年は21試合に登板し、 7勝5敗、防御率3.30だった。2004年3月5日に、ジャイアンツと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。開幕後は21試合に登板したが、7月31日に、上腕三頭筋の故障で15日間の故障者リスト入りした。9月16日に復帰し、復帰後は1試合に登板した。この年は22試合に登板し、10勝7敗。 防御率4.24だった。2005年のスプリングトレーニング時2005年3月1日に、ジャイアンツと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。開幕後は4試合に登板したが、0勝2敗、防御率6.48と結果を残せず、4月25日にトリプル A 級フレズノへ降格した。降格後は、トリプル A 級フレズノで6試合に登板し、1勝4敗。 防御率9.39だった。2005年5月28日に、ラトロイ・ホーキンスとのトレードで、デビッド・アーズマと共にシカゴ・カブスへ移籍した。移籍後は、トリプル A 級アイオワ・カブスで4試合に登板し、6月21日にメジャーへ昇格。カブスでは18試合に登板し、6勝8敗、防御率3.91だった。2006年3月3日に、 カブスと一年契約に合意し、開幕ロースター入りした。開幕後は5試合に登板したが、0勝2敗、防御率7.30と活躍できず、4月21日に、トリプル A 級アイオワへ降格した。降格後は、トリプル A 級アイオワで29試合に登板したが、メジャーへ昇格することはなかった。9月5日に、ウェーバーでアスレチックスへ移籍したが、 オフの12月12日にノンテンダー FA となった。2007年1月12日にワシントンナショナルズと50万ドルの1年契約を結んだ。開幕後の4月28日のニューヨークメッツ戦で左足首を捻挫したため、4月29日に15日間の故障者リスト入りし、5月15日に復帰、同日のアトランタブレーブス戦に登板したが、5月16日に 6月20日に故障者リストから外れたが、翌21日に40人枠を外れ、AA q ハリスバーグセネターズへ降格した。この年は6試合に登板し、0勝5敗、防御率7.20だった。8月5日に放出された。2007年8月9日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。契約後は、トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスで8試合に登板し、 0勝1敗1セーブ、防御率9.00だった。オフの10月29日に FA となった。2008年はゴールデンベースボールリーグのロングビーチアーマダに加入し、6試合に当番。3勝2敗、防御率4.95だった。6月24日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ A 級インランドエンパイア66サーズと、 トリプル A 級ラスベガスフィフティワンズでプレー。トリプル A 級ラスベガスでは10試合に登板し、2勝2敗、防御率2.08だった。オフの11月3日に FA となった。2008年12月8日にアスレチックスとマイナー契約を結んだ。2009年はトリプル A 級サクラメントリバーキャッツで27試合に登板し、5勝6敗、防御率5.58だった。 オフの11月9日に FA となった。2010年は中華職業棒玉大連盟の統一セブンイレブンライオンズでプレー先発、中継ぎ、押さえと様々な場面で起用された。2011年はアトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズでプレー8試合に登板し、6勝0敗、防御率2.91だった。2011年6月15日に、 ロサンゼルスエンゼルスオブアナハイムとマイナー契約を結んだトリプル A 級ソルトレイクビーズで11試合に登板7勝2敗防御率3.91の成績で8月17日にエンゼルスとメジャー契約を結んだ同日のテキサスレンジャーズ戦で4年ぶりのメジャー投板を果たしたこの年は10試合に登板し4勝0敗防御率3.68だった オフの12月12日にエンゼルスと82万ドルの1年契約に合意した。2012年4月4日に左ハムストリングの故障で15日間の故障者リスト入りした。4月14日に復帰し13試合に登板したが6月18日のジャイアンツ戦に登板後呼吸困難となり病院へ運ばれ20日に15日間の故障者リスト入りした。 7月13日に復帰。この年は32試合に登板し、6勝8敗1、西ブ。2013年1月15日に、エンゼルスと200万ドルの1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。この年は、自己最多の37試合に登板し、9勝10敗、防御率4.57だった。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。 2014年2月6日にヒューストンアストロズと210万ドル、出来高100万ドルの1年契約を結んだ。開幕後はリリーフとして26試合に登板したが、1勝4敗、防御率6.04と結果を残せず、7月1日にリーフとなった。7月8日に放出された。2014年7月11日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。 トリプル A9 ラウンドロックエクスプレスで2試合に登板し、7月25日にレンジャーズとメジャー契約を結んだ。昇格後は2試合に登板し、1勝1敗、防御率9.90の成績で、8月8日にディーフとなった。2014年8月10日にウェーバーを経て、フィリーズとメジャー契約を結んだ。9月20日のアスレチックス戦で勝利投手となり、 この年在籍したアストロズとレンジャースに続き1900年以降では史上初の1シーズンで3球団で同じチームから勝利投手となっている。フィリーズでは9試合に先発登板し4勝2敗、防御率2.83ホイップ1.13と高騰した。通年の成績は37試合中11試合に先発登板し6勝7敗、 防御率4.77115.0イニングで36死球、82奪三振という内容だった。2015年、主に先発で投げ、33試合中21試合に、先発した。ピッチングはかんばしくなく、防御率5.80ホイップ1.61と、打ち込まれて4勝12敗と、大きく負け越した。なお、同年は、通算50勝と3シーズンぶりのセーブも記録した。 オフの11月2日に FA となった。2016年6月2日にセントルイスカージナルスとマイナー契約を結び、翌3日にトリプル A 級メンフィスレッドバーズへ配属された。7月25日にメジャー契約を結んで25人枠入りした。カージナルスでは11試合に登板して0勝0敗、防御率5.718奪三振の成績を残した。オフの11月3日に FA となった。2017年5月12日に、独立リーグアトランティックリーグのサマセットペートリオッツと契約。2018年5月9日にメキシカンリーグのモンクローバス・ティーラーズと契約。同年の12月10日に引退を表明した。ありがとうございます。